こんにちは、尾羽根純と旦那です。カリサカリサチャンネル始まりました。噛みましたね、はいはい、第1回目なんでね。ですね、はい、もう何テイクやったか分かんないですね。そうですね、もう数え切れないぐらい失敗しましたね。そうですね、はい、頑張っていきたいと思います。ということで、まあはい、カリセカチャンネル、なんですけれども、はい、何の略ですかね。はい、カリグラフィーの世界を旅するチャンネル、はい、略してカリセカチャンネルということで、惜しいですね。はい、8テイク目ですけど、まだまだちょっとずれてますね。はい、はい、この2人でね、はい、お届けしていきたいと思います。カリセカ、はい、では今日のねトピックをね、はい、早速なんですけれども、はい、今日はですね、練習フレーズ、英語で書きたいフレーズを、皆さんと一緒に練習していきたいと思います。今日のフレーズは Thank you for your support、 支えてくれてありがとうというフレーズを書いていきたいと思います。いい言葉ですね。そうですね、なんかカードにして送ったりすると喜んでもらえます。そうなフレーズですね。プレゼントにされるとね。そうですね、きっといいです。はい、はい、じゃあそうですね、皆さんもねダウンロードしてね、この無地のやつね用意しておきますので、概要欄から、ね、ダウンロードしていただいて一緒に挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、それでは、早速書いていきたいと思います。はい、今日ですね使うのはこの2部、チロット404という2部を使っていきたいと思います。いつもと違いますね。あ、そうですね、いつも立川とか立川とかゼブラとか使ってるんですけど、はい、今日はこのですねちょっとちっちゃいんです、コンパクトな2部なんですけど、細い線がすごく描きやすいので綺麗に、細い線描けるので、こちらをちょっと先はまってるので、これで描いていきたいなと思います。はい、はい、それではこれぐらいですかね。はい、描いていきたいと思います。いいですね、このまっとりまったり感が。まっとりまったり感、まっとりゆるくねお付き合いいただければと思います。はい、それでは書いていきたいです。新しいですね、日本語も。いきます、はい、お願いします。
はい、美しいですね。ありがとうございます。すごい、書いてみられますか。はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、はい、お願いします。かなり久々ですけども。どのくらいぶりですか。もう半年くらい経ってるんじゃないかなと思う。4回ぐらいね。以前ね、なんか旦那のなんか、はい、カリグラフィーに、ね、コーナーいただいてコーナーっていうのをね、はい、させていただきましたけども、結構ねファンの方もあねいらっしゃって励まされる、ね、そうですね、楽しみにしてますってたくさん言っていただいたんですけど、続けることができず意志の弱さがちょっとね現れてましたけども、久々ということで、はいね、はい、これからちょっとねカリスガチャンネルでね頑張っていきたいと思います。早速久々に書いてみたいと思います。よいしょ、はい、ちょっとね時間を置くとねこんな感じでマックカファリーのインクはそのとこありますよね。僕ヒギンズ派なんで。どうですか、結構なんかそうですね、いいんじゃないですか。まあ8テイクしてますからね。久しぶりじゃないですかね。そうですね、もう8回やったらね久々じゃない。ちょっとなんか慣れてる感じで書かれてます。じゃああれですね、なさいました。いやいや、結構いい感じの屋根みたいな出来ができたなと。ちょっと新しい文字が生まれてきた気がしますね。大胆な。いいです。結構慣れてきてますね。いや本当にね、やっぱ8テイクやってくると。ねえ、ちょっと違いますね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。まあまあまあ先生の見本があったんで ね、すごい書きやすいですよね。見本ないと書けないですけどね全然、まあ、そうですね、書体がねちょっと思い浮かばないんで、まあ、慣れるまでは、うんうん、なぞっていただいてから、真似るって感じが一番練習になるかなってやってて思いました。ね、はい、どうでしたか半年ぶりの。ああけどやっぱり楽しいですよね。ちょっともう何て言うんですかね、アナログでペンを動くでいつもパソコン触ってるんですけど、はい、やっぱりなんかインク触ってこうなんか手を動かしてると楽しいですよね。というわけで、今回は以上になりますかね。はい、はい、じゃあ皆さんもですねぜひ、概要欄に、あそうですね、書いた後の先生の、はい、真似て練習する用の PDF も同じくアップしておきたいと思います。はい、はい、皆さんちょっとなぞって練習してみてください。はい、はい、というわけで今回は以上になります。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
that things aren't going my way, 'cause that would be boring.